天見群島の代表的行事、八月踊り八月踊りは、鹿児島県、沖縄県で、旧暦八月に稲の収穫を祝って踊られる踊りである。日程は集落ごとに異なるが、数日かけて、時には夜通しで、集落内の全校を順に回りながら、道や庭で踊る習わしであった。現在は、簡略化されて、集落内の広場での踊りとすることが多い。鹿児島。 沖縄両県の中でも、旧盆の踊りを八月踊りと呼ぶ地域は限られている。また、同じ名称でも、踊りや行事の内容は地域によって大きく異なる。以下、鹿児島県奄見大島の八月踊りについて述べる。奄見大島では、毎年旧暦8月に、考え祖祭という祭りが催され、新米で赤飯を炊き、神前に備え、五国豊穣を祈り、 感謝の気持ちを捧げる。この祭りは8月に3回行われ、第1回は、新節といって第一の兵の日に行われ、第2回は、柴差しといって第1回から9日目の甲の日に行われ、第3回は、どんがといって8月の後の孔子の日に行われる。これを38月という、孔子の日は、猫が子を産む日であるとも言われ、多産を意味する。この日は、 老若男女が列を作って書く、家を回り、庭に円陣を作って、中央にかがり火を焚き、歌を歌い、太鼓を打ち鳴らし、足並みを揃え、手踊りをする。この時、この戸の内、鬼は、庭広さやしが、鬼は片端に、しくてのぼせろと歌う。また、んがの前に、子供らは、木と藁で小屋を作り、それぞれ他の神に白酒を捧げる。これを、しちゃ、がまという。 祭りでは、屋根の上に登り、白酒を口に含み、3回吹き出して、払いをする。祭りが終わると、屋根の上に登って揺すり崩す。さらに8月15夜は清掃して会食し、月の出を待ってて踊り、相撲、綱引きなどをして、夜明かしをして、翌朝、帰宅する。本町の8月踊り、肝付町かの屋市の無形民族文化財の紹介、東串良町役場。 文化財めぐりに当人の8月踊り、盆踊り8月踊り、平島小中学校諏訪の瀬島文庫文化、伝統芸能8月踊りから、あまみんち .com 名護市役所やぶの8月踊り、たらま公式ウェブサイト8月踊りの概要。ありがとうございます。